はい、皆さんこんにちは、翔です。で、今日はですね、2月の9日になりまして、今日日経平均100円以上上がって、昨晩ですね、米国株に関しても上昇に転じてるんですよ。なのでいつも通りですね、状況の分析と解説、現状のアップデートをしていきたいと思っています。で、僕は2013年に証券会社に入社して、毎年社長賞を取って準 MVP を獲得しています。で、このチャンネルは去年の8月に立ち上げたばかりなんですけど、僕のチャンネルではマーケットニュースであったり、テクニカル分析の実践的な使い方、各国市場の動向、個別銘柄の分析、そういった情報を皆さんとシェアしていきたいと思ってますので、まだ僕のチャンネル登録されてない方がいらっしゃいましたら、まずチャンネル登録からしていただいたらすごい嬉しいのでよろしくお願いいたします。じゃあまず最初にですね、いつも通りマーケットの状況から見ていくんですけど、 S&P500 3915 0.74% 上昇、ナスダック13987 0.95% 上昇、ニューヨークダウン31385ドル 0.76% 上昇、ビックス 21.24 1.77% 上昇、日経平均29505円 0.4% 上昇、上海3590 1.65% 上昇、深圳15608 2.22% 上昇、ユーロストック3665 0.27% 上昇という形になっています。で、これを見てもらったら分かる通り、昨晩ですね、米国株に関しては上昇に転じまして、ナスダックに関してはまたですね 1% 近く上昇に転じているんですよ。ただその反面ですね、市場の不安心理を表すビックス指数、恐怖指数が株価が上昇しているのにもかかわらず 1.77% 上昇に転じてきてますから、ここはですね、ちょっと違和感があるなっていうふうに思うんですよね。ただその流れを受けまして、今日日経平均に関しては117円高の 29,505 円、ここまで上がったんですけど、ただここの上昇に関しては一部銘柄の上昇ですね、それが寄与しているところが大きいので、そこのですね、分析も後ほどしていこうと思うんですよ。じゃあなんで昨晩ですね、米国株上がったのかっていうと、それに関してはこちらのニュース見てほしいんですよ。アメリカの方で今行われようとしている追加の景気刺激策への期待ですね。それであったり、新型コロナウイルスワクチンの接種の進展ですね。それを背景に景気回復のペース、これがですね、結構楽観的に見られているような形なんですよね。で、追加の景気刺激策に関しては、イエレン財務長官7日ですね、議会が1兆9000億ドルの経済対策、その法案を承認すれば、米国は来年にも完全雇用を実現できるとの見方、それを示していますし、さらに米国内では少なくとも3278万回のワクチン接種、それが行われまして、新規感染者数の平均は減少傾向に今あるんですよね。なのでそういった背景があって、昨晩ですね、米国株は上昇に転じて、今日日経平均もですね、また高値取ってきたっていう形になりますから、ここの一連の流れに関してはしっかりとですね、把握しておいてほしいんですよ。じゃあそういった状況を踏まえて、今からですね、各国市場の動向、個別銘柄の分析をしていくんですけど、もしこれから使うテクニカル分析の使い方、あまりよくわからないっていう方がいらっしゃいましたら、概要欄の方に関連動画のリンク載せていますので、そちらを後ほど見ておいていただければと思います。じゃあまず最初にですね、ニューヨークダウから見ていくんですけど、現状ですね、下の MACD に関しては、青のラインがオレンジライン、これを下から上に突き抜けてゴールデンクロス、上昇トレンドを形成していますし、さらにですね、今回ニューヨークダウ上昇したことによって、今まで意識されていた上値の抵抗ラインですね、この赤のラインをまた超えてきたんですよ。なので目先のですね、不安、それはですね、払拭されているような形になりますから、ここに関しては様子見でいいと思うんですけど、ただ注意しなければいけないのが、下の MACD のトレンドですね。MACD の終値の抵抗ラインが現状ですね、切り下がってるんですよ。で、日足の終値の抵抗ラインに関しては、まだですね、切り上がってるような形で、ハの字を形成してますので、MACD のダイバージェンス効果ですね。それに関してはまだ生きていますから、MACD が今後ですね、どういった挙動をしてくるかっていうところ、そこはですね、注目なのかなっていうふうに思うんですね。じゃあ昨晩ですね、ニューヨークダウの上下に最も寄与した銘柄、これがですね、どこだったのかっていうと、これを見てもらうと、上昇寄与度1位。これがですね、ウォールトディズニーになりまして、ここだけでニューヨークダウをだいたい58ドル相当押し上げてるんですよ。その下にゴールドマンサックス、キャタピラ、ボーイング、シェプロンという形で続きまして、この5銘柄だけでニューヨークダウを172ドル相当押し上げるようになってるんですよね。じゃあ逆に下落に最も寄与した銘柄、これがどこだったのかっていうと、下落寄与度1位がビザ。ここでニューヨークダウをだいたい12ドル相当押し下げていますし、その下にナイキ、マクドナルド、メルク、P&G という形で続きまして、この5銘柄だけで37ドル相当の押し下げ要因になってしまってるんですよ。なのでこれを見てもらったらわかる通り、今回の上昇に最も寄与した銘柄っていうのは景気敏感株になりますから、まだですねセクターローテーションが起きているような形なんですよね。なのでその流れに関してはしっかりと把握しておかなければいけないですし、じゃあ次にですね S&P500 ですね、これが現状どういったチャートを形成しているのかっていうと、ここに関してはですねニューヨークダウと同じようなチャートを形成しているんですよ。
下の MACD に関してはゴールデンクロス上昇トレンドを形成しているし、パラボリックに関しても上昇トレンドを形成している。で、直近の日足の周りの抵抗ラインですね、ここに関しても目先ですね超えてきているような形になるんで、ここに関してももうしばらくですね様子見なのかなっていうふうに思うんですね。じゃあそれと関連して S&P500 のセクター別騰落率、ここの動向を見てみると、上昇上位セクターがエネルギーセクター、ここでですね 4.17% 上昇に転じているんですよ。その下にフィナンシャル、インフォメーションテクノロジーという形で続きまして、じゃあ今回ですね下落したセクターがどこだったのかっていうと、下落したセクターはですねユーティリティ、ここで 0.78% 下落してるんですけど、今回下落したセクターはこのセクターだけなんですよ。なのでこのセクター別騰落率、これを見てもらっても、エネルギーセクターとフィナンシャルですね、景気敏感株が上がってることがここでも確認できますから、ここの流れもですねしっかりと覚えておいてほしいなっていうふうに思うんですよね。じゃあ次に市場の不安心理を表すVIX指数、ここがですね現状どういったチャートを形成しているのかっていうところ、それをですねちょっと見ていくんですけど、このチャートを見てもらうと、下の MACD に関してはデッドクロス、下落トレンドを形成しているし、パラボリックに関しても日足の上の方に点灯していますから、ここに関しても下落トレンドを形成している。で、現状の日足の位置ですね、ここに関しては直近の安値近辺、そこでですね今揉み込んでいるような形になりますから、ここに関してはまだ怪しい値動きしてないんですよ。なので市場の不安心理が今低位で推移していますから、米国株に関してはまだですね上昇してくる余地、まあそれがですね考えられますので、ここの動向もですねセットで覚えておいてほしいんですけど、じゃあ次にナスダック、ここはどうなのかっていうと、下の MACD に関してはゴールデンクロス上昇トレンドを形成していますし、さらに現状の日足の形、これを見てもらうと若干なんですけどバンドウォーク、日足がボリンジャーバンドのプラス2シグマ、上の青のラインに沿って上がるですね上昇トレンド、それを形成しているんですよ。なのでナスダックに関しては日柄調整が入ったりとかして、青のラインから東がですね離れるまでは上昇に転じてくる可能性十分に考えられますから、ここに関してもまだですね怪しい値動きしてないような形なんですよね。じゃあ市場の中心銘柄であるガーファムですね、ここの動向をちょっと確認していくんですけど、まずですね見てほしいのがアルファベットですね。ここに関しては下の MACD はゴールデンクロス上昇トレンドを形成しているし、パラボリックに関しても上昇トレンドを形成している。で、現状の日足の位置に関してはボリンジャーバンドのプラス2シグマですね、この上の青のラインに沿って上がるバンドオークらしいものを若干ですね組んでいますから、ここに関しても日柄調整が今後ですね入って日足が青のラインから離れるかどうか、まあ、そこをですね注目しながらトレードしてもらったら、うまくですねトレンドを掴んでもらえるんじゃないかなというふうに思うんですよね。なのでアルファベットに関してはまだですね怪しい値動きしていませんから、ここに関しては様子見でいいのかなというふうに思うんですけど、じゃあ次にですねアマゾン、ここはどうなのかっていうと、ここに関しては下の MACD を見てもらうと若干ですね青のラインが切り下がってきてるんですよ。で、現状の日足の位置、ここに関してはジェフ・ベゾス氏が売却した株価ラインですね、この赤のラインがまだですね意識されているような展開、それが続いてるんで、ここの赤のラインを明確にですね上の方にブレイクしてくるかどうか、まあ、そこがですねちょっとポイントなんじゃないかなというふうに思うんですよね。なのでここに関してはこの赤のラインを今後ですね上回ってくるか、もしくは下回ってくるかっていうところ、そこをですね見ておいていただきたいなというふうに思うんですけど、じゃあ次にですね Facebook、 ここはどうなのかっていうと、下の MACD に関してはゴールデンクロス上昇トレンドを形成してるし、パラボリックに関しては日足の上の方に点灯していますから、ここに関しては下落トレンドを形成している。で、現状の日足の位置は一目均衡表の影のライン、この緑のラインを下回っているので、ここに関しても下落トレンドを形成しているんですよ。で、現状の日足の位置は以前からお伝えしている通り、まだですねボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインの線分上で揉み込んでいるような展開、それが続いていますから、今後ですね上がってくるかどうかっていうところに関してはちょっとですねまだ微妙なんですよ。じゃあ次にですねアップル、ここはどうなのかっていうと、下の MACD に関してはデッドクロスを形成しているし、パラボリックに関しても下落トレンドを形成している。で、現状の日足の位置はボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインの線分上で推移してるんですけど、さっきの Facebook と違って一目均衡表の上下のライン、この緑のラインを上回って推移してますから、ここに関しては上昇トレンドを継続してるんですよね。で、現状アップルのチャートを見てみると、まだボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインを下回っていませんから、まだですね直近のチャートパターンが壊れているような形ではないんですよ。なのでボリンジャーバンドの中央線を割り込まない限りはアップルに関してはまだですね上昇してくる可能性、まあ、それが高いんで、とりあえず目先はですね下の MACD の形状ですね、これが今後ゴールデンクロスを組んでくるかどうかっていうところ、そこをですね注目してもらいたいなっていうふうに思うんですね。じゃあ次にマイクロソフトはどうなのかっていうと、下の MACD に関してはゴールデンクロスを形成しているんですけど、ただ直近ですねマイクロソフトに関しては日柄調整が入りましたんで、青のラインがですね若干フラットになってきてるんですよ。さらにパラボリックに関してはボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインを上回って推移してますから、
ここに関しては下落トレンドを形成しやすくなっているし、で、マイクロソフトに関しては直近までバンド多くを形成してたんですけど、ただ日柄調整がですね、直近何日か入ってますんで、もしかしたらですね、マイクロソフトに関しては短期的に下がってくるリスク、それがですね、まだ考えられますから、ここに関してはちょっとですね、注意しておく必要があるんじゃないかなというふうに思うんですよ。なので現状のガーファムの値動きを見てみると、ちょっとですね、怪しい値動きをしている銘柄、まあそれがですね、いくつかありますから、そこの動向に関してはですね、ちょっと注意しなければいけないのかなというふうに思うんですけど、じゃあ次に日経平均、ここはどうなのかっていうと、下の MACD に関してはゴールデンクロス、上昇トレンドを形成しているし、さらにパラボリック、このドットチャートに関しても日足と下の方に点灯していますから、ここに関しても上昇トレンドを形成している。さらに現状の日足の位置、ここに関しては、ボリンジャーバンドの上の青のラインですね、プラス2シグマのラインまで目先上がっているような形なんですよ。なのでここに関してはまだですね、怪しいチャートを形成はしてないんですけど、ただ唯一ですね、注意しなければいけないのが下の MACD ですね。ここに関しても現状ダイバージェンス効果、それが出ていますから、MACD の終値の抵抗ライン、この赤のラインに青のラインがタッチした段階でどういった風に日経平均が動いてくるかどうか、そこをですね、ちょっと注意しながら見ておいてもらった方がいいんじゃないかなというふうに思うんですよ。特にこの MACD に関しては現状ですね、三角持ち合いを形成してるんで、この赤のラインを上の方にですね、ブレイクしてくると日経平均に関しては上昇してくる可能性も考えられはするんですけど、ただ逆にですね、下の赤のラインですね、この下での抵抗ラインを下回ってくると、日経平均に関してはですね、下がってくる可能性、まあ、それが考えられますんで、そこはですね、ちょっと注意しなければいけないところかなっていうふうに思うんですよ。じゃあ今回ですね、日経平均の上昇に最も寄与した銘柄、それがですね、どこだったのかっていうと、これを見てもらうと上昇寄与度1位、これがですね、ソフトバンクグループになりまして、ここで日経平均を70円相当押し上げてるんですよ。その下にファーストリテイリング、東京エレクトロン、ファナック、TDK っていう形で続きまして、これを見てもらったらわかる通り、今回のですね、上昇に寄与した銘柄っていうのは、値が下株になるんですよ。特に今日日経平均に関しては117円高だったんですけど、ここの上昇に関してはソフトバンクグループとファーストリテイリング、この2銘柄に助けられているところ、それがありますんで、そこはですね、しっかりと押さえておかなければいけないと思うんですよ。すべてがまんべんなく買われてるっていうわけでは今日の相場はなかったんで、じゃあ現状ですね、ソフトバンクグループのチャート、これがどういった形状を取っているのかっていうと、下の MACD に関してはゴールデンクロス、上昇トレンドを形成しているし、さらにパラボリック、このドットチャートに関しても日足の下の方に点灯していますから、ここに関しても上昇トレンドを形成している。さらに現状の日足の位置はボリンジャーバンドのプラス2シグマ、上の青のラインを超えて現状ですね、プラス3シグマのライン、そこまで上がってるんで、ここに関しては目先ですね、過熱感が出てるような形になるんですよ。なので今日日中ですね、ソフトバンクグループ、一旦1万円を超えたんですけど、そこからですね、下げて9800円台で着地してるっていう形なんですよね。ただ現状ですね、下の MACD に関しては、直近の上値の抵抗ラインを抜けてきてるんで、ここに関しては新しいトレンドが発生しているような形になるんですよ。なのでここに関してはまだですね、動いてくる可能性が明日もですね、考えられますから、ここはですね、ちょっと注目なのかなっていうふうに思いますし、さらにですね、銘柄コード9983のファーストリテイリング、ここが現状どういったチャートを形成しているのかっていうと、下の MACD に関してはゴールデンクロス、上昇トレンドを形成しているし、パラボリックに関しても上昇トレンドを形成している。で、現状の日足の位置はボリンジャーバンドの中央線ですね。この赤のラインを現状ですね、明確に上回っているような形なんですよ。で、注目してほしいのが MACD の形状なんですけど、上値の抵抗ラインを今試しに来るような形で MACD、ゴールデンクロスを形成しているんですよ。若干なんですけど、なのでこの赤のラインを超えてくるとファーストリテイリングに関してはもう一段高してくる可能性も考えられますんで、ここもですね、ちょっと注目かなっていうふうに思います。じゃあ次にマザーズ、ここはどうなのかっていうと、下の MACD に関してはゴールデンクロス形成間近になってるし、パラボリックに関しても日足のちょうど真上ぐらい、そこまで今落ちてきてるんで、ここに関しても上昇トレンドを形成しやすくなってるんですよ。じゃあ現状マザーズへの資金の流れ、それがですね、どういった状態になっているのかっていうと、まず見てほしいのがいつも通り NM 倍率ですね。これが日経平均割ることのマザーズ、それで表されるチャートになるんで、これが下落するとマザーズ有利、上昇すると日経平均有利っていう風に判断できるんですよ。で、現状ですね、このチャートを見てみると、下の MACD に関してはゴールデンクロス、上昇トレンドを形成したし、さらにパラボリックに関しても日足の下の方に点灯していますから、ここに関しても目先ですね、上昇トレンドを形成してるんですよ。さらに現状の日足の位置、ここに関してはボリンジャーバンドの中央線ですね。この赤のラインを超えて推移してますんで、ここに関しても上昇トレンドを形成してるんですよ。なのでこの NM 倍率を見てみると、まだですね、日経平均有利に動いてますから、これがですね、今後下がってくるかどうかっていうところ、そこにですね、注目してもらいたいし、さらに見てほしいのがいつも通りの MJ 倍率ですね。
これがマザーズ割ることのジャスタック、まあ、それで表されるチャートになりまして、現状ですね、下の MACD に関してはデッドクロスを形成しているし、パラボリックに関しても下落トレンドを形成している。で、現状の冷やしトレンドは、ボリンジャーバンドの中央線ですね、この赤のラインを下回って推移してるんですよ。で、この MGA バイアレスに関しては上昇するとマザーズ有利、逆に下落するとジャスタック有利っていう風に判断できますんで、このチャートを見てみると、マザーズからですね、ジャスタックに資金がですね、若干流れているような形になるんですよね。なので現状の NM 倍率であったり、MJ 倍率を見てみると、今ですね、マザーズに関しては、下押し圧力が若干ですね、強まってきているような形になってるんで、ここの動向に関しては注意しなければいけないところかなっていうふうに思うんですよ。なので目先ですね、マザーズに関してはもちろんトレンドの転換点近くなってはいるんですけど、同時にですね、この倍率ですね、それがマザーズ有利に傾いてこないと、マザーズの本格的な上昇、それがですね、なかなか難しい形になりますから、そこはですね、しっかりと把握しておいてもらいたいなというふうに思うんですよね。もちろん短期的には上がるかもしれないんで、それはですね、明日の動き、ちょっと慎重に見極めないといけないんですけど、なので現状のマーケットの状況を見てみると、米国株に関しては様子見でいいんじゃないかなというふうに思うんですよ。怪しいチャートパターンを形成しているわけじゃないんで、ただ現状ですね、セクターローテーションが起きて、景気敏感株が米国株に関しても買われているような形になりますから、そこの流れはしっかりと抑えておかなければいけないですし、さらに日経平均に関しても現状ですね、セクターローテーションがまだ入っているような形で、テック関連の株に関してはまだですね、下落が続いているような形になるんですよ。特に今日日経平均117円上がったんですけど、ただその上昇に関してはソフトバンクグループとファーストリテイリングですね、この2銘柄に助けられているところが結構大きいんで、そこもですね、しっかりと把握しなければいけない。さらにマザーズに関しては現状ですね、トレンドの転換点に達しようとはしてるんですけど、ただその需給動向ですね、 MJ バイルスであったりとか NM バイルス、それを見てみるとまだマザーズ有利に傾いているわけじゃないんで、ここの転換ですね、それがいつ起こるかどうかっていうところをしっかりと見てもらったら、うまくですね、トレンド掴んでもらえると思いますので、よろしくお願いいたします。なのでまた動きがありましたらすぐにですね、 YouTube で情報配信していきたいと思ってますので、よろしかったらチャンネル登録、あと高評価よろしくお願いいたします。ご視聴いただきましてありがとうございました。